はい、どうもミスターホワイトです。今週も話していきます。大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手の熾烈な MVP 争い。いや、もうここに来て、もうどちらも一歩も引かずということで、もう大谷選手ももう自分が MVP もう一回取って、2年連続取ってやるっていう気が、すごいメラメラ出てるような感じしますよね。で、もう今週に関しては、ホームラン3本打って、OPS が955っていう、この素晴らしい成績。しかも、ピッチングはもう12勝すると。言ったような、今日が9月11日なんです。ちょうど昨日ですね、昨日、ヒューストンアストロズを相手に5回6安打1失点7奪三振ということで、素晴らしいピッチングを見せて12勝を飾ったということなんですけど、アーロン・ジャッジ選手も負けてはおりません。アーロン・ジャッジ選手、この1週間、打率5割2分ホームラン3本、OPS が1636ということで、ここもやはり異次元の活躍をしているといったようなところですね。で、そんな中でじゃあ皆さんの下馬評動画といいますと、今週も、アンケートありがとうございました。154票集まりました。大谷翔平選手が 59.7%、アーロン・ジャッジ選手が 40.3%、先週が大谷選手が 61.8 のアーロン・ジャッジ選手が 38.2 なので、まあ、ちょっとこのね、日本の皆さんも結構アーロン・ジャッジ選手なんじゃないかよりの意見がちょっと増えてきたんじゃないかなっていったところですね。アメリカの方のゲーバー表を見ていくと、アーロン・ジャッジ選手がマイナス1200、翔平大谷選手がプラス550ということで、まあ、ジャッジ選手の、なんですか、有利なムードっていうのはアメリカでは全く変わらず。とはいえ、先週大谷選手は、600だったのかな ?600 だったのが、プラス550に変わったので、一歩 MVP にこう近づいていると。いったようなところですね。じゃあ、今日までの成績をまとめていきたいなと思うんですが、こんな感じになります。本日9月11日時点での、大谷選手の成績は、12勝、141イニング、2.55 防御率、ウィップが 1.06、奪三振が188、奪三振率が12。ワーが 4.9、打撃の方は2割6分6厘、得点が80、ホームラン34本、88打点、OPS が894、盗塁が11、ワーが 3.1、ワーに関しては合計して8ということで、もう投打もう素晴らしいですよね。この打に関しては、もうほとんど、盗塁と打率以外はベスト10に入るようになったので、どんだけすごいんだっていう、ピッチャーやりながら。ピッチャーに関しても相変わらず奪三振率がリーグトップっていうのはやはりちょっとすごいですよね。で、規定投球回数も141。160に届くかというところなんですが、そちらは、ちょっと次の、着地のコーナーで話していきたいなと思います。アーロン・ジャッジ選手、9月11日の時点で、3割7分、113得点、55ホーマー、121打点、1090OPS、盗塁が16の、ワーが 8.8 と。言ったところで、相変わらずえげつない成績を、残してるんですけど、やっぱ気になるのが打率ですよね。ここに来て、もうメラメラもう打率の方を上げてきて。で、先週話したように三冠王見えるんじゃないのっていう話なんですよ。今の打率ランキングがこんな感じになっておりまして、アーロン・ジャッジ選手が5位なんですね。で、1位が、ボストンレッドソックスのボガード選手が3割1分9厘で、2位がアライズ選手が3割1分5厘といったところですね。で、アライズ選手は本当に2、3週間前までは3割3分あったので、ガッと落ちるんですね。で、ボガード選手はちょっと追い上げて逆転したっていうような感じなんですけど、ただ、これ、まあ難しいと思うんですよ。アーロン・ジャッジ選手が首位打者を取るっていうのは。ただ、まだありえなくないなっていう。そうすると、もう本当の三冠王ですよ。これ達成したら、僕は、まあでも61号を達成する方が、まあすごいと思うんですが、それに匹敵するぐらい難しいことをやってるので、これはもうダブルパンチですよね、アーロン・ジャッジ選手は。もう繰り出すと。ダブルパンチを繰り出してるっていうような感じですね。三冠王まで取っちゃって。で、61本達成したら。いやー、で、着地なんですけど、着地はこうなります。アーロン・ジャッジ選手の場合、まあちょっとホームランのペースが落ちたので、64本です。まあ今ね、141試合で、残りの後試合が21試合なので、まあ大体9本ぐらい打つかなっていうようなところで、64本なんですけど、大谷選手は、まあホームランのペースが上がってきたので40本。で、あと27試合登板するっていうふうに仮定して、あと3試合ですね。イニングピッチャー159のウィンが、13の奪三振が210と。いったようなところなんですけど、
まあアロン・ジャッジ選手の方は61オンはちょっとギリギリになってきたなっていう、まあすごい成績1週間残してるんですが、それでもやっぱホームランのペースがちょっと落ちてきてるので、ここは61越すか越さないかっていったところがこう難関なところで、先週までその2001年の本塁打記録、あのバリー・ボンズ選手の73本の、歴代シーズン本塁打記録のペースと比べてるんですが、ちょっとここに来てやっぱ差が開いてきた。141ゲーム時点で2001年のバリー・ボンズ選手は60本すでに打ってるので、そこでやっぱマイナス5本差なので、やっぱこうバリー・ボンズ選手超えはちょっと難しいかなっていったようなところですね。ただまあ61本は十分あり得るけど油断はできないというところです。一方大谷選手、159イニングですね、キーになるのはやっぱりイニング回数で、159イニングでやっぱ規定投球回数を達成するにはあと3イニング必要なので、まあ今141ということで21イニング必要と、規定投球回数まで3試合ということは1試合あたり必ず7イニングなりないといけないといったところが、まあ、ちょっと厳しいですよね。毎週毎回 7イニング投げるのが、ただまあ割とこうチームとしても規定投球回数を達成させようってい こう流れがあるので、そこはちょっとわからないですね。あとは本当に無理してこのペースでいくと最後の最終戦中4日でいけば十分もう試合登板できるので、そこでもしかして達成するかもしれないですね。いつも中5日なんですが、最後だけ中4日でやるっていう、ちょっとまあその辺は分からないんですが、まあここでじゃあどっちになるっていう話なんですが、私は先週とあまり意見は変わらなくて、もうこれ61本アーロン・ジャッジ選手が越すならほぼほぼアーロン・ジャッジ選手かなと思います。これにプラス三冠王が加わってくると、多分もう大谷選手が太刀打ちできるような状況じゃないなっていうふうに思ってるんですが、やっぱりあの大谷選手が唯一あのこう立ち向かえるとしたら、今のこのアメリカのムードを、アメリカのジャッジムードを変えるとしたら、やっぱ規定投球回数の162を達成するといったところですね。やっぱりですね、この歴史の中で規定打席数、規定投球回数両方達成するっていうのは、やっぱりメジャーとしても見たことない、前例のないことなので、それを達成するっていうのはやっぱ大谷選手がこう歴史となる瞬間なのかなっていったようなところなので、そこかなっていう。ただやっぱりなんでこうジャッジ選手の方がそれでも有利なのかっていうと、これはもうよくメディアが言ってるのが、大谷選手比較対象がないんですよ。一方アーロン・ジャッジ選手は比較対象がありすぎるんですよ。もう今まで本当にたくさんのホームランバッターがいて、60本なんて達成できる人なんて本当にいなかったっていう、その中で達成するっていうことは、やはりその比較対象がいて、でやっぱアーロン・ジャッジ選手すごいことやってるよねっていうところなんですが、大谷翔平選手の場合はすごいはすごいんですけど、比較対象はいないので、どのくらいすごいのかっていう、この測る指標が多分投票者も難しいんじゃないかなっていう、そこがまあその歴史となってる部分で不利になってるんじゃないかなと私は個人的に思っています。ただ僕はイニングピッチが160に届いたら全然チャンスはあると思うんですが、皆さんどう思われるでしょうか。今週もですね、あのツイッターの方でアンケートの方、貼り付けておりますので、ぜひですね投票の方よろしくお願いいたします。来週もこんな感じで、話していきたいと思いますので、引き続き高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。